今日は、はい、もうすぐ、東京の佐々木ドラゴンズトークのイベントが開始されます。はい、ね、名古屋と東京の2場所制で、2場所相撲みたいになっちゃいましたけど、今日も頑張っていきたいと思います。本日は私は今ね、受付をやっております。まあね、来ていただける方をこうやってるんですけど、多分あんまり私だと思って皆さん気づいてないかもしれないですけど、はい、そんな感じでやっております。ね、名古屋場所は、また相撲みたいな言い方になっちゃいました。名古屋場所は名古屋ならではの話もしましたけど、東京では東京ならではの話もして、個人的にはめちゃくちゃタイトスケジュールなんですけど、明日はちょっと朝からいろいろやらなきゃいけないとか、移動しなきゃいけないとか、なんとかかんとか、配信見てる人ならわかりますよね。そういうのがあるので激タイトでも今日は今日で、皆さん楽しんでいただけるように頑張っていきたいなと思っております。よろおねです。ではまた次の配信は動画でお会いしましょう。明日かな、頑張って明日に編集回せ、間に合わせるんで、よかったら見てください。じゃあねー。手相庫。